はい、2020年5月22日、えー、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第10回をやりたいと思います本日は細菌との共生で生まれ育まれた新核生物ということで、えー、そ,のそういう話をいたしたいと思いますで,えあで私はの講師をしますあの船橋市議で予備校講師の朝倉と申します新型コロナ対応関係の えー、船橋市議としての発信は朝倉未来ある公式サイトにしてますので、えー、どうぞご覧ください船橋でも10日間連続、えー、あの保健所の検査で感染者数がゼロとなっ、えー、感染者数のが、えー、あの確認されておませんので、えー、ゼロとなっておりますので、えー、この傾向が続くことを願っておりますさて、えー、っとこの講座ではあのまあ こういう論点、こういういことでやっていきたいと思いますけど特にゆっくり時間回数をかけて説明いたしますのでえ早めにウイルス対策の要点だけを知りたい人はすでに発信している3部作をご覧ください。それででは、は、えっと、生物こ、まあ、こういういうに、えー、この講座で扱う あの生物や生物に近いもののグループとしては、えー、私たち人を含む真核生物あの、細胞の中にの角膜に積まれた核がある構造ですね、そして細菌や卵巣などの角、えー、膜に積まれてない、えー、構造、えー、DNA が細胞室中にあの浮遊しているような形の原核生物、そしてまあウイルスというのがあります。 で特に、えー、細胞分裂として自己増殖できるような、えーあのー、通常生物のグループにあるものはこの真核と幻核に対別されるんですが、あのー、その中の特に細菌グループについて、えーまあ、見てみたいと思うんですねで、えっと、この講座では、まあ、あのこの真核生物の遺伝子の仕組みを昨日までやってきて 今日から原核生物の細菌の話をやりそしてその後にウイルスの話に入っていきたいと思っております。それでは、えっと、細菌というと医療の,その病気ということで考えてしまうと病原、えー、病気を引き起こす細菌のことがメインになってきますので、まあ、あの人に有害だというイメージになってしまうかもしれませんけど 違うんでですね最近の多くは実はあの人と共生してるんです。で、えっと人体60兆個の細胞ですが、私たちの体の中にはなんと腸内に100兆個もさの細菌が、えー、もういるんですね。で、これがあの人の消化のまあ、吸収の手助けになっているところがあります。それから 口の中にも100億個の細菌,が細菌のグループがいまして皮膚にも1兆個の常在菌がいるんですね、まあ、常に存在している細菌のグループを常在菌と言ってまして、まあ、これが私たちとともにいつも暮らしているわけですそれから私たちと一緒に暮らしているというわけではないんですがあの乳酸菌なんかは私たちの食品のチーズやヨーグルトを作ってくれてるし納豆菌も納豆を供給してくれてるわけですね ということで私たちの,あの生活に役立ち私たちと共に生きているのが最近のグループの多くのものです。でちょっとあのここで最近、えっと、と菌類というのが実は別のグループだということをあのはっきりと、えー、見ておいてほしいんですがあの日本語だとこの菌という漢字が共通で、まあ、こっちが菌類でもうちょっと細かいのかなというようなイメージになってしまうんですが英語だと最近のことはバクテリア、えー、そして えー、菌類のことは犯罪と言ってますので実は英語だと全く違うんですね別のグループですで実際に生物学的にもあの実は違うグループでありまして最近が幻覚生物角、えー、膜に包まれた核がないのに対し、えー、菌類は、えー、顕微鏡レベルのものであってもきちんと角膜に包まれた核がありますということで 進化生物ののグループとというここです。でえー、この菌類にはどういうものが含まれるかというと酵母です。酵母というのは酵母菌というふうに表現しますのでどうしても最近に思いがちなんですが実はカビに近いグループでありまして、えー、この菌類のグループです。酵、え、母、ーまあ、はお酒やパン作りに役立ちますね。そしてカビもあります。ーーーカビととかかブルルチチズズマンベルーチーズは、 まあカビを食品に使っているものこれお酒作りの前段階で使うものですねあとキノコこれは私たちの食品に役立っておりますでこのグループのことを特に菌類の中でも新菌類といいましてその菌類の中にはちょっと違う、えー、水カビとかクモのスカビというまあ接合菌という仲間をもいますそれで菌類と細菌類は、えー、実はあの日本語だと非常に近い仲間で微生物というふうに思いがちなんですが 生物学的には幻覚と真核という明確な違いがあるということです。でこれは多くの人がこう考えてしまう人というのがまあ多細胞だし大きくて酵母と大腸菌はまあ微生物マイクロオーガニズムという言葉もありますように顕微鏡でレベル見,見られる小さな生物だから人とこの間がすごいに離れていて酵母と大腸菌とは同じようなもんだろうと思いがちなんですが。 生物学的には人と酵母がそっくりなんですねあの。細胞の構造の核があって、えーまあ、そのきちんと細胞構造としてはこれと同じのが人の体の中にも入ってますので、人と酵母は真核生物に近いで、大腸菌が離れてるんですね、えー。原核生物ということで、これが正しいイメージですので、そう思ってください。それでは、えー、細菌のグループは実は生態系の中でも、えー、じん循環に役立ってるんですね。 これは、まあ、ちょっと葉っぱの中の説明が大きいので大きく書いてありますけどこれ植物です。で植物の葉を、まあ、動物たちが食べたり人間が食べたりしてそしてそれをえが固体排泄物としてなったものを土壌、小動物とか菌類、細菌類があの、まあえー、分解していく、まあ、ここには菌類があるんですけどその後アンモニウムイオン、硝酸イオン、硝、えーまあえー、酸,酸イオンとなってくるのはこれ。 硝酸菌とか硝酸菌ということ、あとこマメ科の根粒菌とか、ここら辺も細菌のグループが結構変わってまして、生態系での窒素の循環にも、あの生態系の、えー、循環にも細菌類は役立ってまして、細菌類は多くが、えー、人と共生したり、地球の環境を保ってくれている、まあ、ありがたい、えー、大あの私たちの大先輩であるというふうに考えてください。でそれでは、えー、次に、 真、えっと、核生物と原核生物の、まあ、細菌グループの構造をもう一回確認しておきたいと思うんですが、真核生物は、まあ、一番の特徴は角膜に包まれた核があるということですね、でそのほかにも、消耗体とか、あのこうリボゾームとかそういうものがいっぱいありまして、あと、えー、光合成植物細胞によっては光合成する葉緑体、そして動物あの、えー、ミトコンドリアというエネルギーを作り出す、えー、部分、構造があります。 えー、そういういな構造があるんですね。一方原核生物が持ってるのはわずか、えーまあえー、構造としては細胞膜があり細胞膜があり細胞壁がありそして、えー、DNA がありあとリボソームあるリボソームタンパク合成装置のリボソームあるんだけど真核生物に比べるとさまざまな膜構造がないんですね。ということで非常にシンプルで、えー、単純な構造をしてるということをと。 原生物についいては見て見くださいその賃貸で単純なんだけど遺伝子である DNA とそれから細胞膜とタンパク合成装置であるリボソームは最低持っているというのが最近のグループの特徴ですねさてここで、えー、実はこの大腸菌の大きさは約2マイクロメーターですで実はミトコンドリの大きさもちょっとこれ縮尺が違うんですがこっちも大体2マイクロメートルぐらいなんですねミトコンドリの大きさ で葉緑体は5マイクロメートルぐらいですでなんとミトコンドリアという葉緑体は、まあ、ミトコンドリアはあの細胞の中でまるで分裂して増える、まあ、分裂するように、ま,あ、まるで一つの生き物のように分裂して増えるような様子が細胞の中で観察できる、で葉緑体もこれも分裂して増えるような様子が観察されるということで。 これに気づいた、えー、学者がいましてもしかしたらミトゴンドリアと葉緑体というのはかつて別の生き物であったんじゃないかという考え方をした人がいるんですねでまあちょっとその話に行く前にえっ、ー、とまあえー、生物の分離体系に関する説を見ていくともともとはアリストステレスの時代に動物と植物に2つに分けたんですでそれをリンネも引き継いだんですがその後ヘッケルという人が まあちょっと単細胞の小さな生物は別個に見なしましょうということで動物植物とあと単細胞の原生生物というのを分類したその後、ホイタッカーとマーグリス、まあ、こ,のこのマーグリスが後で出てくるんですが、えー、この2人が5回説、えー、生物をあの、えっと、動物と植物とそれからあの海というのを独立させたこれは植物キノコとかカビなんですけど昔は植物に入れて,てたんですけど植物は光合成して あの自ら糖分を作るに対し、菌類は光合成しませんので、まあ、なんかあの地面に、えー、から動かないというイメージでは近いんですが、えー、実は全然別のグループであるというふうに考えて、えーまああのどう、むしろ実は分類的には動物の方に近いことが後に分かってきますので、植物から独立させたんですね、そしてさらに単細胞中心の原生生物への、えー、考えたと。 そしてもう一つはそのさっきから言っている幻覚生物は全く別のグループですので幻覚生物が大元根元にいてそれから単細胞の真核生物が登場しそれから多細胞化するときにこの3つに分岐したという5つの世界があるという誤解説というのを1970年代に唱えましたでその、えー、その提唱とともに実は面白い説をあのマーギリースが 提唱するんですね。これ、リンマーグリスというあの有名な研究者です。で、このリンマーグリスが細胞強制説という考え方を提唱します。で、これはどういうことかというと、元々大型の原核生物がいたとまだ書くのがないですね。そして、それと小型の好気性細菌や小型の卵巣がいたということですね。で、そこをそれが約20億年前の出来事という。このまあ、後に分かってくるんですが。 えー、この好気性細菌が、えー、ここの大型細胞に、えー、接近してきたと、そして、まあ、パクっとた食べようとしたんでしょうね、これ食べようとしたんですが、あの実はあの消化し,しなかったとで、そうしているうちに、この好気性細菌はエネルギーを作ってくれると、好奇呼吸してエネルギーを作ってくれる、えー、ということで、そのままでいついたんですね。でそ,のそのまま 20億年前に矯正したものが居つ,ついたそのまま定着したのがミトコンドリアであるという考え方ですで一方核というのはどうやってできたかというと、まあ、ここのミトコンドリアが入ってきた時期と、まあ、近い時期じゃ,じゃないかと言われてこれよく分かってないんですがあのここの細胞の、えー、膜をへこませて伸び内側に伸びさせるんですね そしてくるっと囲むようにして、まあ、出入り口の穴を少し開ける形で膜を変化させて核の膜を作ったということで、まあ、ここに別の生き物が入ってくるので、まあえー、自らの DNA を別の収納の形にしたというふうにして核も作ったとでその子孫たちが私たち動物と菌類の子孫だということですねさて一方、えー、とーそのあとになんですがこ卵巣も 入ってきたたグループがいたんですね。で卵巣も、あのー、中に入ってきて定着したグループがいたんで,すでそうするとこの卵巣は光合成をするので光合成をする葉緑体になってったということですねで、えっと、ミゾコンドリアとともに葉緑体を持っているのが植物になってたということですということで別物の、えー、生物が中に共生したことによって真核生物が 整理したんだという説をリン・マーグリスは訴えたんですで、えー、リン・マーグリスの論文は最初この説を出した時にはあの論文の査読においてこれは、えー、ありえないありえないと、まあ、ちょっとそこら辺正確な、あのーまあえー、正確にどう表現されたかどうかわからないんですが、まあ、とにかく一回拒絶されます論文の掲載をしかし二回目に掲載が許可されて最初は 多くの生物学者がなかなかあの、まあ、本当なのかと思ったんですがその後いろいろ証拠が出てくるんですねまず、えー、ミトコンドリアの中に独自の DNA があるということが分かったそれからさっきも言ったように細胞の中でまるで1つの生き物のように事実的に分,分,あの分裂していくということあとここにちょっと書いてあるんですけどこれ独自のリボソームを持ってるタンパク合成装置であるリボソームを持ってるんですが このリボソームが今でもミトコンドリア葉緑体の中に独自のタンパク合成装置を今でも持ち続けてるんですね。ということでこの細胞共生説は、まあ、今、まあ、あの定説として定着してきたということです。ということでなんと私たちの体自身があの昔20億年ぐらい前に共生した細菌によって ミトコンドリアとは私たちのエネルギーが作っている私、私が話しているのを皆さんが、えー、聞いて、あるいは脳,脳でそれを、えー、理解しているのも、実はエ,あのエネルギーが使っているんですが、そのエネルギーを作り出してくる、えー、私たちが食べ物を食べたグルコースを分解してエネルギーを作ってくるのがこのミトコンドリアですので、ミトコンドリアという20億年前に共生した、えー、細菌の。 えー、子孫の細胞小器官が私たちの命を支えているで葉緑体は植物の光合成を支えていますので私たちが植物を食べてあるいは植物を食べた動物を食べて、えーまあ、いるということはこの光合成のおかげですのでとも、えー、にあのかつての独立した細菌グループが細胞内に共生したことが私たちの命を支えているんですね。で その見方で、と大腸菌をもう一回見てみてください、まあ大腸菌、大腸菌じゃないんですけど、あの原子、好奇性細菌と、このミトコンドリアレー、まあ、大きさも形も、まあ、ある意味では見てますね、葉緑とはちょっと違うんだけど、卵巣です、卵巣がこれになったというふうに考えると、あのまあ図,的まあ、図的にというか、形的にも納得できるということです。 さて、その後の研究なんですが、1980年代になりますと、実は、原核生物のグループが2グループに分かれるということが分かったんですね。私たちの身の回りに比較的普通にいる細菌は、細菌ドメインというグループで、これ、遺伝子を分析したんです、リボソーム RNA というものに注目して、その遺伝子を分析して、えっと、遺伝子が離れてれば離れてるほど、昔分岐したグループ、近ければ近いほど、細菌分岐したグループということで、 えー、原核生物とか真核生物の全、えーまあ、全、すべてリボソームを持ってますので、リボソームの中にある RNA を分析して、えー、その地図のようにこう系統図を描いてみたんですね、そうしたらなんと、原核生物グループが今まで1本だと思っていたのが、細菌ドメインというのと、古細菌ドメインというのに分かれることが分かってきました、古細菌ドメインというのは、まあ、メタン成石菌は比較的私たちの環境のそばにいますけど、 まあ、胃依存菌温泉地菌にいるやつとか高度抗塩菌、えーまあ、これは塩分濃度が高いところにいるものとか結構厳しい地球今の私たちの、えー、人間の暮らしからすると比較的厳しい環境に住んでいるような特殊環境微生物というグループが多いんですけど、えー、これが、あのー、2つに明確に分岐していたことが分かったそして私たちの身体真核生物の体は、えー、体の遺伝子としては 比較的、古細菌に近いことが分かってきたんですね、古細菌に近いことが分かってきた。それに、えーと、昨日説明したスプライジンクという遺伝子の一部を切り取っていく、RNA の一部を切り取って短くしていくという作用も、この古細菌が持っていることが分かりまして、やはりこの古細菌の母体にこれじで、ミトコンドレアという6体を調べたら、あののシ,スあのシアノバクテリアも好気性細菌もこう、 こっちの細菌ドメインだということが分かってきたんで、あのこ,ここのグループがこう細胞を共生して、真核生物になってきたんだという、えー、シナリオが描かれるようになったんですね。3つのドメイン、幻、ま、覚、あ、生物が2つに分かれて、こう細菌ドメインに、かつての細菌ドメインの好気性細菌と卵巣が共生して、それが真核生物ドメインの登場になったということです。あと、と、まあ、ついいでに言いますと、えー、この 一番根元進化の根元にいるグループは高熱性の細菌が多いということで生命の起源は熱水が噴出しているような海底のところが生命の起源であったんじゃないかという根拠の一つになっておりますで最後にですが「あのパラサイト・イブ」という小説並びにこれも映画化もされましたので映画がありますでこれは非常に面白いのでぜひお勧めしたいんですがあまりネタバレすると良くないんですがあの 基本的にはミトコンドリア、私たちの体の中に 20, 20億年前に、真核生物の体の中に共生して、今でも私たちの細胞のエネルギーを脈々と静かに支えているミトコンドリアがある日、反乱を起こして、真、ま、核、あ、生物を乗っ取ろうとするという話ですねで。この登場人物の生物研究者がいるんですけど、それがなぜか、朝、まあ、倉さんという名前ですので、ぜ、ま、ひ、あ。 と思いいますす、えー、非常に面白い作品です、まあ、映画でもありますので、まあ、ぜひ、えー、見てみてください。はい、ということで,、えーでえっと、この講座の流れですがもう一回確認しますと、えー、今、えー、と昨日ぐらいまでは、えー、ここの真核生物の遺伝子の仕組みがありました、ね、で本日ぐらいからこの原核生物細菌のグループの えー、まあ、話をまあ、多分34回します。そして、えー、ウイルスに入っていきますので、あのまた、えー、徐々にやっていこうと思います。ご清聴ありがとうございました。